ロブレン・チチュゲル・ゲイは、ハンガリー・ソルノク出身のプロサッカー選手。ハンガリー代表。HNK ハイドクス・プリト所属。ポジションは、フォワード。ブダペストのブダホキムトで、プロキャリアをスタート。2006年8月19日、バクタロラント・ハザブへ推薦でデビュー。初年度は22試合で4ゴールを決めたが、チームは、リーグ戦終了後にサンブリーグに降格した。 翌シーズンもチームに残留したが、昇格を逃したことで、ペイチ MFC への移籍を決断した。ペイチ移籍後、2008年3月3日に移籍後初出場。3月15日のドゥナウイバーロシュ FC 戦で移籍後初ゴール。2013年7月13日、レンタルで加入していたレフ・ボズナンに完全移籍し2016年までの契約にサインした。 2016年7月5日、フェレンツバーロシ TC に移籍。2013年6月6日のクウェート戦で、ハンガリー代表デビュー。2014年11月14日のフィンランド戦で、デラゾルターンの決勝ゴールをアシスト、1から0の勝利に貢献した。UEFA ユーロ2016のメンバーにも選ばれ、グループステージのポルトガル戦に出場した。ありがとうございます。